売されるってことで、今回は今日から撮影が始まったんですけど、なんか二十歳っていうのは記念すべき二十歳だと思うので、今までにないような色気とか、あとはそうだな、ちょっと髪型も長いけど若干ちょっと変わったりしたりするので、ちょっとしたそういう変化を、やっぱ二十歳になったから大人っぽいんだなって思ってもらえるような写真集が撮れるように頑張りたいと思います。楽しみにしててね。お店に行って買い物するんで、全部渋谷で済ませる感じなんで、あーこう来ますもん、めっちゃ来るよここ、緊張する。沖縄に来ました。今日から3日間沖縄でいろんな写真を撮ってもらいたいなって思ってるんですけど、すごく天気が良くて、いつも雨女だったんですけど、今回はすっごい天気が良かったので良かったなって思いました。そして、沖縄についての、今日の一番最初の、撮影が始まって、今日の衣装はじゃじゃん水着を、茶色い水着を着ました。一発目が水着ってことで、なんかあ沖縄に来たっていう、海が綺麗なので天気もいいし、すごいなんか今楽しいです。この天気が続くように願って、3日間写真集の撮影楽しんで頑張ります。じゃあね。見てください、2ポーズ目の水着を着ました。今回のこの色はなんか水着は今までいっぱい着てるんですけど、こういう色は初めてかなっていう感じの珍しい久しぶりな色を着てて、嬉しいです。そして今回はこの後ろにハートがついてるんですね、しらり。はい、ちょっとポップな感じで撮ったので、のっぽいの中のポップな部分が取れたんじゃないかなって思います。
した。びっくりした。今びっくりした。はい。やば。寂しい、なんか。一人でずっと寝てたよ、エリは。あ。これから船でもう一睡したいと思います。